はい、イメタチャンネルです。今の時刻もうあと10分で深夜の1時です。明日は2月、じゃあもう今日やね、今日は2月19日日曜日です。もうすぐ1時こんな時間に動画撮ってますっていうのはね、ちょっと暇なんで、単なる暇ね、何を喋るかっていうと別に何も考えてないんですけどね、まあ何でもいいわと思って、でとりあえずね、ちょっと調べたら脳梗塞、まあ自分は2011年3月だからもう11年になるんかな、発症から脳梗塞やってね、今 そんだけ経つんですけど、ちょっとね再発どのぐらいかな思ってね、ちょっとググったら、その大塚製薬いうね、会社が、なんかアンケートというか、まあ調べたんでしょうね。そしたら発症後1年で 10% で、5年で 35%、 10年で 50% っていうことは、僕はもう10年以上なってるから2人に1人はもう発症する、もうそういう確率で言うたらそうなるんかな思ってね。ねえ、発症するリスクが一番高いのはやっぱり薬。僕が入院してる時にもう3回4回言う人がよう来たんでね。で、なんで発症したん言ったら、やっぱ薬をやめたっていうかね、途中で飲まなくなってなったいう人が多くいたね。だから、まあ食事も大事やけど、一番大事なのはその、やっぱり血管に負担かけないように、血液をサラサラにするね。そういう薬は、これはもう、一生飲まなあかんのかなって。まあ食事で改善できるんだったらね、野菜中心にして、その、油も、動物性の油控えたり、砂糖、塩分とかね、そういうのを控えるような食事にしたら、再発予防になるんかなとも思うけど、まあ一番は薬と、あとはストレスを抱えない、そういう生活するのが一番いいんかなと思ってね、もう好きなこと、ね、楽しいこと、そういうのを日々の生活の中に取り入れたらいいんかなとは、まあ僕はそう思ってるんですよね。だから夢たを買ってんのも、その癒されね、癒されるんで、まあそういう気持ちが多分一番大きいかなって。で、好きなこと、趣味を生活の中に容器取り入れるっていうことで、僕はこの家の下がトレーニングジムなんで、で今あんまりトレーニングしてないんですけど、やっぱりそのもう10代から17ぐらいからね、筋トレやってたんで、もう27、37、47、57、もう46年、46年、こんだけ続く趣味ないわね、他に。
もう続いてんな。で今はもう一つ、あの山でキャンプ場を作ってるんですけどね、そっちの方ももうね、同じ、もうトレーニングと同じぐらい続いてるもんね。まあキャンプが好きっていうか、もともと高校の時にバイクの免許取って、その当時スズキの GT38 っていうツーサイクルのねバイクを初めて買ったんですよね。原付屋さんから乗ったことなかった。もういきなり教習所で中型免許取って、で教習車っていうかね、乗ってたバイクと同じバイクを、買いました。本当欲しかったのはね、ホンダの法案は、まあその時代で呼び方変わるかもしれんけど、僕らの時代は法案って4気筒が1本マフラーになってね、それがあの本当は欲しかった。だけどあの生産地を失ってね、なんかキャブレザーやからか、なんかオイル漏れがよくするとか、その時なんか噂だってたんだな。で乗りたかったけど、あのもう売ってないね、生産中止で売ってない。まあ中古市場ではあったんやけど、まあ初めて買うバイクはまあ新車がいいかなと思ってね、うん、でそのバイクを買って18ぐらいかな、高校3年ぐらいの時にあのツーリングね、まあ今からもうそういう40何年前言うたらもうつるんでツーリングとか、まあ、ツーリングいう言葉もあったんかな、何しかあのバイクで遠出したいと思って、でどこ行こうかなと、なんかその時なんか恐れ山のねことをよくなんか番組で取り扱ってて、なんかなんていうかな、こう霊媒師じゃないよな、なんかおばあさんみたいな人がね山にいてね、なんか亡くなった方がそのおばあさんに入って、ね、家族や友達とこ喋るみたいな、なんかそんな番組が流行ってたんで、あそんなことできる人いるんやって、ね、なんか知らんけど、なんか知らんけど恐れ山までね、ずっとあの日本海がずっとね通って3日ぐらいかけて行ったんかな、うん、まあなんか硫黄の匂いっていうか卵の腐った匂いって言ったらあれかもしれないけど、そんな匂いするとこで、でなんぼかお金払って入場料払って入っていったんかな。で僕はそんな別にまだ18ぐらいやったから、誰かが亡くなって誰かと会話したいってそういう思いは全然なかったんですけどね、うん、で途中でねあの知り合ったまたその方も九州から一人でバイクで旅してる人がと会うて、僕より多分3つ4つ上、多分21って言ってたと思うんですよ。その人と新潟か秋田かその辺で知り合って、で一緒にこうつるんで、で僕はもう恐れ山来たからもう U ターンして帰ろうかなと思ったら、その人は北海道行くと言ってね、一緒に行けへん言って、でその当時あの連絡船、青森と函館を結ぶ
連絡船がまだあった時代なんで、でお金とまあ夏休みっていうこともあって、まあ時間もあるし、まあちょっと渡るだけ渡ろうっていうことで、で青森から何時ぐらい乗ったんかも全然もう記憶ないんやけど、で函館に渡って、多分夕方ぐらいに渡ってたと思うんですよ。でなんか民宿みたいなとこ探して、そこに荷物バイク止めて、で函館山、なんかそこの夜景が当時綺麗かなって言って、だから函館山の近所の近くの民宿に泊まったと思います。歩いて行った記憶はあるんでね。ならロープウェイかな、ロープウェイと思うんですけどね。多分時間はもうちょっと暗くなってたんで、6時か7時ぐらいで、まあまあ寒いね、夏ですよ、夏、お盆やから8月ね、8月半ばぐらいと思うんですけどね。こっちやったら、大阪やったらその熱帯夜というかね、そんな夜でも30度とかそれ以上の時あるんですけど、その当時函館な夏の格好したらもう寒い、うわ寒いと思ってね。でロープウェイ人用件並んでるし、で前か後ろに若い子がおって、若いせいでもまあ自分らとも年し、でそのことなんか喋り出して、3人で喋ってて、誰かがタクシーで行こう言って、でタクシーはなんか空いてるんですよ別に、あほんならタクシーで行こう言って、で函館山もうロープウェイ7番ともタクシー乗り場行って、タクシーで、だタクシーはヒーター入ってるんですよね、夏ですよ、お盆やで、あの子を思ってね、そのぐらいね、あの寒いんですよね北海道は、いくら南でも、うん、でそれで函館山の頂上まで行って、で夜景、まあ夜景見るのはあの湾の方ですね、何湾っていうの、函館湾っていうの分からんな、これゆいさんに多分コメントで突っ込まれると思うけど、ならあのイカ釣り漁船がいっぱい、こうイカってなんか光に集まってくる習性があって、そのやっぱり夜によく釣れるんかな、ならその船がもうこうこうとあの電気照らして、まあそういうのがその夜景的に映えるというか、こうね、こう湾の周りに光もあるけど、建物の光もあるけど、真っ暗な海にまたそのイカ釣り漁船の船がね、多分こうようけ見えたから何十隻ね、30、50隻もっとかもしれんけど、まあそんな近場でイカって釣れるんやって思ってね、何の話や、あそうそう、もうだからそのぐらいから旅とか、あその時も寝袋持って野宿ね、民宿に泊まったのその友達みたいに、こう途中で知り合った子と一緒に泊まった、その1回だけ、あとはあの野宿、寝袋だけで、うん、バイクに寝袋、
そんな、なんか気軽なバイク旅してました。だから、もう10代、20代言うたら、もうバイクで、今で言うツーリングというか、ね、そういう琵琶湖とか、大阪だったら琵琶湖、和歌山、岡山とかね、そういうとこよく行ってました。で、免許取ってもやっぱりね、あの車の免許取っても海水浴やスキーとか、まああんまりキャンプとは関係ないけど、キャンプとは関係ないけど、やっぱりその自然の中に行くのが、いまだに好きですね。40代ぐらいもずっと夏なったらもうキャンプ行ってたもんね。標高の高い山、行ったらもう全然ね寝れるんですよ。暑くない、虫もおらへん、あんまりおらへん。どっちかやったらちょっと肌寒い、その 1000m 級以上の山行ったら全然ね夏は暑くない、だから信州や、四国でも高い山あるんですけどね、そういう高い山ばっかり行ってたね。なしか寝苦しいの嫌いやから。でそれがね、51歳になる年に脳梗塞を起こして、もう人生終わったな、もうキャンプも何もできへんなと思って。だけど1年経ち2年経ち3年経った頃にはだんだんなんか歩けるようになって、で4、5年目にユメタを迎えたんですよね。ユメタを飼い始めて、でユメタと散歩をしながら、それがリハビリになるんですよね。やっぱ大型犬って急になんか走ったりというか、急にバッてこう行ったりするんですよね。まあそういうのはもう訓練しててもね、犬の性格上そういうのあるんで、まあそのためにいつも警戒して、こう引っ張られても犬足側が一歩こう踏み出してこうグッとね耐えれるように、いつもそういうユメタがこう急にこう引っ張ってもこけないようには、なんか自然になんかできるようになりました。それできない時はこけたり、リード離したりは何回もありますけどね、そうそう。で今はね、和泉市の方でね、まあ、大阪のちょっと南和歌山寄りのとこなんですけど、そこでキャンプ場作りしてます、ね、そこでキャンプしたいなぁ思ってね、その山を無償で借りてるんですけど、なかなかねキャンプ場を作るぞって言うて、やっぱりそんな簡単にはできないわね。人でもいるし、ね、時間も動力もかかって、まあお金がないから、まあそう、時間かかるのは仕方ないんやけど、まだちゃんとキャンプってできてないからね。いつなったらちゃんとキャンプできるんかなと、これちょっと難しいもんね。まあキャンプ場言うたらやっぱり、整備していかなあかんからね、草は生えるし、ね、やることが多い、ね、だからなかなか
キャンプできへんのかなとか思います。思うけど、まあ連泊3泊4日ぐらい土日使って、そういう時に1日ぐらいはねゆっくりキャンプしたいとも思うんでね、今まだ2月19日まだ寒いね。いつぐらいにキャンプしようか迷ってるんよ。やっぱり 3月終わりぐらい、桜が咲くぐらいだったらそんなに寒さもマシなんちゃうかな、ね、寝袋だけで、うん、ね、そのぐらいになったら夢と連れてゆっくりキャンプしようかなってね。また草とか生えたらまた忙しくなるんで、草がない生えるそのぐらいの時期がええんかな、ね、皆さんもね再発せんようにストレスね、ためないように、なんか日々の生活の中に好きなことね、ストレス解消できるようなそういうのを生活の中に取り入れとったらね、再発しないと思うんですけどね。僕はもう12年ぐらいになるんで、まあ再発の確率が 50% って今日初めてこう調べて知ったんで、やばー思てね。ね、今片麻痺 YouTuber の会でも27人今いるんですけど、その27人もみんな再発とかはないもんね、うん、誰からもないし、それは病気や怪我とかコロナなったとかいう話やけど、脳梗塞とか脳出血を起こしたっていうのはまだ誰もいないんで、まあいないからなんか変に安心して好きなもん食べてたけど、やっぱりちょっと気を引き締めてちょっとね夢たもるんでね、まあ健康でねいたいと思います、まあ、森ちゃんとか見てたらごっつい元気やし、あんなライブ何時間、6時間とか8時間とか何喋るんやろ、まあ、いつもちゃんとは見てないけどたまにやってるからちょっと短い時間見るんやけど、リハビリなんか喋ったり立ってリハビリなんかしたりしてるもんね。森ちゃんは俺より一つか二つ下なんやけど、まあほぼ一緒ぐらいなんで、えらい体力あんな思ってね。俺も山とか行ってあるんやけど、まあもともと喋るの苦手やから、ライブとか要戦からね、まあゆいさんと一緒やからなんか、金魚のみたいに僕がちょっとねお手伝いしてるみたいな感じなんで、一人でせえ言うたら多分漢字もなあんまり読めてないし、要戦はな誰か相手誰かと組んだらできるんやろうけどな、さからゆいさんと組ん、これがいつまで続くか、もうゆうさんがもう私一人でする言うたらね、もうその時はあはいはーいって、その後多分ライブはせんと、まあキャンプ場も電波悪いからね、ライブできへんしね、電波良かったらねキャンプ場でライブしたいんやけどね、その喋らんとキャンプしてる絵だけ見せたらそん
そんなライブやったら全然できるやん。喋らんでいいから。お前喋るのがっつい苦手。っていうことで、もう25分喋りすぎました。ではね、またこんな雑談、何喋るかわからんけど、こんなんでよかったらね、また、深夜に、動画撮って、またアップしたいと思います。まあ、コメントで一人でもあったらね、まあ、で、また、こんなこと喋ってとかあったら、まあ、そういうテーマに沿った、ライブでは、なかなか喋りにくいね。だからこうやって、ライブじゃなかったらなんか気も楽やからね。なんかいろんなこと喋れると思うんで、またコメントよろしく。では、次回の動画で会いましょう。バイバイ。